はい、激辛マニアユッキーの今回はレビューするのはこちら、デスソースみたいなもんですね。激辛ソース、マリーシャープスの、ビーウェアです、ハバネロソースね、かっこ激辛と。こちら、148ml 入りで値段が Amazon で売ってます、800円ぐらいです。マリーシャープスハバネロソースの中で最も辛い激辛ソースです。激辛でもソースの旨味は諦めません。ピザ、パスタ、カレー、牛丼、サラダなど、幅広い料理にお試しください。と書いてあります。こちらはヒートレベルが4。このマリーシャープスシリーズ。では一番辛いということでね。こちら原材料名が、野菜カッコハバネロ唐辛子と人参と玉ねぎと、ニンニクと、醸造酒と、食塩とライムと、香辛料と辛子抽出物となっております。こちらをですね、クラッカーにつけて食べたいと思います。こちらダイソーで買ってきた、100円のね、クラッカー。100円クラッカー。よいしょ。それではね、こちら。先ほど食べたんですけど、このマリーシャープス。結構ね、酸味がね、強くて、辛味も、辛いは辛いんですけど、うん。まあ、しょっぱ、酸っぱ、辛い、みたいな感じかな。結構辛いです。もう先ほど、ね、食べまして、肉にね、かけて食べたんですけれど、非常に辛くて、もう、汗が吹き出ております。それでは、いただきまーす。いただきます。うん。酸っぱい。あれですね。なんだっけ。タバスコよりはるかに辛いです。タバスコのね、まあ、10倍ぐらい辛いかな。わからん。何倍辛いかわからん。ちなみにスコビル値は不明です。うん。これ結構ね、コスパがいいですね。コスパっていうか、これね、そのまま、何かにかけてもね、結構しょっぱ酸っぱいんで、うん。辛さだけじゃなくて、しょっぱ酸っぱさもありますから。結構。ね。いただきます。もう一個。うん。うん。うん、美味しい。これ普通に美味しいです。普通に美味しいですぞ、これは。うん、辛い。ただ辛いです。タバスコのね、5倍から10倍ぐらい辛いかな。うん。うん。辛い。うん。まあ、デスソースほどではないんですけど、そこそこっていうか、かなり辛いですね。うん。結構辛いです。先ほど俺豆腐にね、肉にもかけたし、豆腐をね、豆腐一丁に、これをかけて食ったんですけど、あー辛い。いやー辛かった。うん。うん。そして美味しいです。うん。これはね、Amazon で800円ぐらいで売ってます。
で、一応、このマリンシャープスシリーズはね、他にも4種類ぐらいあるので、これが一番辛いやつなんですけど、他にもね、辛さがマイルドなやつとかありますんで、まあ、デスソースほどではないけど、ね、辛いのが好きな人には、持ってこいかもね。うん。タバスコはやっぱちょっと酸っぱい。タバスコはね、辛さがなさすぎるんで、酸っぱいだけの酢ですね。まあこれをパスタとかにね、かけても、美味しく、ね、食べられます、これは。もう結構もう減っちゃったもん。これぐらいまで減ってる。結構減ったな。ここぐらいまで減ってるわ。ね。うわ、減り早いな。減り払い早いな、これ。こちら辛さ度数は、90ぐらい。90ぐらいだな。これは辛いです。100ぐらいかな。90か100、190ぐらいか。90。です。それではご視聴ありがとうございました。